一生懸命生きようが、堕落して生きようが、自由です。でも自由ってことは逆に言うと、何をするのも全てが自分の責任。運が良いも悪いも自分の行い。月があるのもないのも自分の習慣からです。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はこのチャンネルで上げてきた動画の中で一番得をしてもらえる大げさではなく、一気に今日から運気が良くなる動画になるかもしれません。人によっては。運気が良くなるっていうと、たまにオカルトと感じてしまう方もいるようなんで、今日明日からあなたの生活が一変する、上向きになっていくと言い直しておきましょう。わかりやすいかなと思って、運気という言葉を選んでいますが、いつも見てくださっている皆さん知っての通り、僕はオカルトを言わないんで、今日もリアルすぎるぐらいのリアルにあなたができること、物質的なことを言います。ちゃんと行動できることです。神に祈るとか、ご先祖様に感謝するとか、そういったアバウトなものでもありませんのでご安心を。それだけ言ってればいい。インチキの霊能者とか名乗っている YouTuber は楽でいいですよね。このチャンネルは皆様の質問、相談、リクエストによって成り立っております。公序良俗違反、 YouTube 規約違反、プライバシー侵害の動画はアップいたしません。動画概要欄には Twitter、インスタの SNS、姓名判断サイト、命名解明依頼、ショップ、LINE スタンプの URL も貼っておりますので、そちらもよろしかったらご覧ください。で、今日の質問は簡単なんで、紙は必要ありません。運気を下げない方法の動画のコメントで、逆に運気を上げる方法を教えてくれ、と書かれていました。で、何があったら運気が上がると思いますか？先ほど言った神に祈る、パワーストーンをつけるとかならやることがわかりますよね。どう行動すればいいかは。ただし運気は上がりません。逆に努力をしましょう。人に感謝していきましょう。徳を積みましょう。っていうと、まあ確かに運気は上がるでしょうが、言い方がふわっとしていますよね。まあ誰でも言えるというか、歌の歌詞でもいいわけですよ。もっと具体的に皆さんが行動に移すこと、アバウトなよくわからない自己啓発的な話題ではない方法で運気、いや人生を上げていきましょう。このチャンネルを見ている皆さんはほぼ成人の方です。稀にね、未成年の方も見てくれていますが、大人の人たちばかりです。大人の人、つまり僕らが何をすればいいか、動画のタイトル、サムネイルにも書いてあります。〇〇〇を作れば運気が上がるって。皆さん、この丸の中に何を予想してこの動画を見てくださいましたか？作るってことは、友達、信頼、お金、目標、当てはまるものはまあまああります。それらを入れても文脈がおかしくならない日本語の単語が。でも僕は相談者さんに結構実践させていることがあります。丸の答え、それはルールです。まあ、決まり事でも正解でいいです。当たった人は非常に鋭い感の持ち主です。おめでとうございます。なんだくだらないと感じた人もちょっと待ってください。内容だけでもちゃんと聞いた方が人生今後緩やかに右肩上がりになると思います。もちろんすでにできている人もいますが、大人になってしまうとできていない人がもうほとんどです。僕らはね、よほど壮絶な人生を送っていない限り、赤ちゃんの時に捨てられて山で狼に育てられたりでもしてない限りは、幼稚園、小学校、中学校と義務教育は受けてきているはずです。まあこのチャンネルの視聴者様はコメントから見ても非常にまともで礼節を重んじる方がほとんどなんで、高校や大学にも行かれている方も多いのではないかと予想できます。大学まで行くと少々自由があるかもしれませんが、小中高の時代を皆さんに思い出してほしいんです。その時はただ単に通っていただけで個々意識はしてないんですが、今思うとかなりルールが厳しかったはずです。朝のホームルームまでに学校に行かないといけない。授業が何分、休み時間が何分、お昼ご飯を食べる時間も決まっており、給食などでは皆決まったものを同じ量だけ食べます。掃除の時間や帰宅の時間も決まっています。掃除は当番制で皆まあ文句言うことなく普通に従っていました。まあそれが普通と感じているからです。その決められたルール、これが僕たちが大人になるにつれてどん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 崩れていってしまいます。もちろん今でも規則正しい生活を送っている人はいるでしょうが、あの小中学生時代ほどはきっちりしていないでしょう。崩れ切っている人間なんて働かない、外に出ない、実家で親がご飯を持ってきてくれる、好きな時間にゲームしながら適当に食べる、こんな人も社会に出るといてます。ここまでひどくなくても実際みんなルーズになってしまっているんですよ。友達の待ち合わせに 2,3 分軽く遅刻するじゃないですか。まあ仕事の打ち合わせだって余裕で遅れてくる人もいます。
それに遅れられた方もそのくらいの分数ならそこまで目くじらを立てないですよね。むしろ数分の遅れで起こると逆に器が小さいみたいな感じで、こっちが悪く言われることだってありますから。一度僕がアップした実際の鑑定の動画、女の子を占っていたあの動画、あれはそもそも女の子の次の予定があって2時間くらいしか時間がなかったんですよね。それなのに1時間くらい遅刻されてきたんですが、それでももう怒ったりできないじゃないですか。動画撮るのが決まってるから、さらに急いで撮影に入るしかないですよね。怒っている時間がもったいないんで。とまあ僕が何を言いたいかというと、今日の運気を上げるというテーマです。その場合は運気が良い人を見れば早いですよね。僕がずっと人と関わってきた中で豪運だなって人は、そこら辺をきっちり必ず約束を守る人が多いんです。鉄板で。で、そういう人に僕はチャンスと思ってできるだけリサーチしてきました。こと細かにどういう人間、どんなことをしているかを聞き倒すんです。本当にね、なんでそんなところまで聞くのっていうくらいしつこく聞きます。これが勉強になり、感想学などにもつながるわけです。できるだけこういった人はこうだという共通項を常に探求しているんです。故にこの場合だと豪運、強運などはなぜかを調べているわけです。で、細かく聞くと、人との約束を守るだけでなく自分なりにきっちりとルール作りをしている方がほとんどなんですよ。もちろん先ほど話していた学生時代の時間割くらいきっちり決めている人はいないです。ただ運気を上げる人はルール作りがかなりうまいというか、地頭が賢い気がしますね。なぜそういったルールを作っているかと深掘りすれば、考えて作っていってるのか、自然とできているのかは知りませんが、自分の成功体験を記憶しており、毎回おそらくこれをすればうまくいくんだなという法則が分かっているんです。これは誰にでも当てはまることではなく、おのおの成功する方法や逆に失敗を防ぐ方法は違うでしょう。ここがまずルール作りをしている1点目の要因になります。もう一つは、そのルール作りは人の縁を大事にするために作っているものが多いという点です。これをしてしまったら仲が悪くなる、縁が切れる、人を裏切ることになるというのを徹底してやらないルールを選定されていますね。なので、どんだけいい加減な人でもルールの部分だけはきっちりしているということです。以上の話から、あなたもあなただけのルールを作ることで運気は上昇できます。ほら、現実的に可能な運気アップ方法です。神様に祈ったり数珠を買ったりしなくてもいいんです。では、せっかくなんでね、その強運の方たちがどんなルールを自分に課しているのかというのを、皆さんが自分のルールを作るための参考に話していきます。まあ勝手に発表しますが、プライバシー侵害にはならないでしょう。皆さんのためになるんだったら、その成功者たちも許してくれるはずです。はい、これは仲の良い会社社長なんですが、超強運です。この方はめちゃくちゃ酒を飲んだり、朝の4時5時ぐらいまで飲んだり歌ったりするおっちゃんですが、どんな状態であろうが絶対に自分の会社に朝は出勤するというルールを作っています。すごい金持ちの社長なんで、本当は全然昼から出社してもいいはずなんですが、必ず朝のミーティングに出席するんです。どんだけベロベロでも寝てなくても、一旦家に帰ってシャワーを浴びて、そのままスーツを着て会社に行きます。そうしないと社員に示しがつかないらしいんですね。故にそのミーティングが終わって一人になったら昼寝をしたりサウナに行ったりするみたいなんですが、まずそのルールだけは絶対に守っていると話されていました。それを破ってしまうと落ちていきそうで怖いらしいです。次も僕の相談者の爆運タイプの方ですが、この方ももちろんお金持ちです。ルールは人にお金を貸さないというルールを決めています。お金を貸すことによって、せっかく持っている縁が悪いものになってしまうと話していますね。お金持ちなんで、かなりの人間からお金を貸してくれと言われますが、その場合はどんだけ仲が良い人でも貸さないと言っています。ただしケチではないんです。もし100万円貸してくれと言われた場合は、お金は貸せないけどと言って10万円をタダであげるんです。貸せない代わりにその何分の1かをあげてしまうというルールです。そっちの方が揉めないし縁も切れないと言います。僕もこのルールを採用させてもらって実行しています。貸してと頼まれたらあげることにしています。その後ね、返すと言ってくるまともな人間もいてるんですが、その場合も僕は受け取りません。あげるっていうのはそういうことですね。次行きましょう。次は結構正しいルールを敷いている人がいます。それはどんだけ確実な儲け話であろうがなんだろうが、自分が知らない分野にはお金を出さないという社長がいますね。自分の知らないことに投資して、もし損をしたらムカつくだけで納得がいかない。
自分の仕事や自分の専門分野であれば、たとえ投資してお金を損したとしても納得ができるという、こんなルールを自分で作っている社長さんもおられます。何個かルールを話しましたが、聞いてもらえばわかるように、どの強運の人もおそらくはそのルールを作る前に、それをしたことによっての失敗やミスが存在するんです。それゆえ同じ過ちを繰り返さないために、このようなルールを作って実行されているのだと予想できます。要するに、自分の弱点を埋める、失敗したことを二度とやらないということは、つまりはその部分賢くなっているから、賢くなった分運気は上昇しますよね。運気を上げられない人は何度も失敗する、学習能力がない、要するに一度ミスしてもルールを作っていないからまた同じことを繰り返すんです。ルール作成してないから運気が下がるという流れになります。いや本当にね、僕の元に来る相談者の人で、マジで同じパターンの詐欺、同じような男にもう何度となく繰り返し騙されて駆け込んでくる人が結構います。ガチでひどいのだと、冗談抜きで20回ぐらい詐欺に遭っている相談者の方います。人がいいのか学ばないのか知りませんが、カエルにタバコの火を見せる実験と同じです。火が明るいから飛びついてくる、暑いから離れる、またタバコが明るいから飛びついてくる、とエンドレスで繰り返すパターンです。カエルはタバコには飛びつかないというルールを作れないから繰り返すわけです。この話からまた小学校中学校に戻ったと思って、きっちりとルールを自分で作ってみてください。あの頃はみんなちゃんとできていたはずです。係も守って、時間も守って、一生懸命毎日楽しく暮らしていたはずです。それが大人になることによって、だれてなーなーになって、まあ誰にも怒られないから時間にもルーズになる、何も突っ込まれないから好き勝手なものを食べてブクブク太る、好きなだけ寝る、運動もしない、ノートも取らない、人の話も聞かない。それはね、大人で自由になる分ガンガン運気が下がっているんです。オートで。確かに子供の時のように窮屈さはありません。一生懸命生きようが堕落して生きようが自由です。でも自由ってことは、逆に言うと何をするのも全てが自分の責任。運が良いも悪いも自分の行い、月があるのもないのも自分の習慣からです。パチンコで勝つ、競馬が当たる、そんなものは運が良いのにも悪いのにも全く関係ありません。運気を良くするというのは、自分の人生を良くするという意味を持っています。人生を良くしたくないなら、自由奔放身勝手コースで、ただ心臓が動いているだけ、呼吸をしているだけの人生を歩いていけばいいんです。それもあなたの勝手です。しかし人生を楽しいものにする、人とのつながりを大事にして生きがいのある生活を送りたいのであれば、自分のルールを作ることによってより現実的なものになると思います。故に運気を下げない方法のコメントでいただいた運気を上げる方法、オカルトでもアバウトな言い方でもなく、実行できることを僕は今日言いました。ルールを作ること、ノートに書くのでもスマホにメモするのでも構いません。今までの自分の行いで今日今すぐ作れる人もいれば、今後生きていきながら気づくたびにルールを作っていくパターンでも構いませんが、必ずその行動は 100% 運気を上げて人生を良くしてくれます。 100% です。実行するかしないかはあなた次第です。ということで、今日はリアルに運気を上げる方法を話しました。こんな風に運気アップの話から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。